モンタナ州会議,議事堂、モンタナ州会議事堂は、アメリカ合衆国モンタナ州の州都ヘレナに立地する、同州議会の議事堂、モンタナ州議会の上下両院の議場が置かれている。庁舎は1896年から1902年にかけて建設され、1909年から1912年にかけてウィングが増築された。議事堂は国家歴史登録財に指定されている。 庁舎は、ギリシャ建築様式の要素を取り入れた、新古典主義建築様式で、建材には、地元モンタナ州産の見影石と砂岩が用いられている。庁舎のドームは、同伴で覆われ、上には、自由の祝女と呼ばれる女性の像が建てられている。庁舎内部中央のロタンダは、金色で塗られ、1902年に、チャールズ・エー・ペドレッティによって描かれた4枚の絵画で、囲まれている。 これらの絵画には、モンタナ州市の初期において、重要な役割を演じた、ネイティブアメリカン、探検家、キンコ工フ、カウボーイがそれぞれ描かれている。ロタンダの西側のアーチには、アメディ・ジョーリンの手による、連邦会員初の女性議員、ジャネット・ランキンの像を描いた、ハンダ円形の絵画が飾られている。また、 集会員本会議場の議長席の上には、モンタナ州が生んだ、ウェスタンアートの画家チャールズ・エム・ラッセルの手による、ルイス・クラーク・ミーティング・インディアンズ・アット・ロス・ホールというタイトルの付された、幅762センチメートル、高さ365.8センチメートルの絵画が飾られている。この絵画には、ルイス・クラーク探検隊が山を越えて、 太平洋に抜けるための最も安全なルートをモンタナのネイティブアメリカンのサリッシュ族に尋ねる場面が描かれている。ありがとうございます。